サマーセットはイングランド南西部の地域であり、サマーセット州とも呼ばれる。北東でグロスターシャー、東でウィルトシャー、南東でドーセット、南西でレボンに隣接する。北端の大部分はブリストル海峡に面した海岸線である。襲名はサマーセットのように発音する。地元住民は濃厚なウェストカントリーなまりを反映して、 ザマゼットと発音することがある。襲名は、夏の人々の場所という意味のスウメレスセットから来ており、現代では、サマセット定地と呼ばれている一帯が洪水などによる被害を避けるため、夏の間だけ定住生活に使われていたことに由来する。県のモットーは、スウメレスセット意であり、アングロサクソン語で、サマセットのすべての人々という意味である。 多くの町は小規模な軽工業を抱えているものの、サマセットには大規模な工業地帯はない。産業革命の頃に、イングランド南西部の主要な港として発展した、ブリッジウォーターやヘリコプターの生産で有名なよう、ビルは数少ない例外である。大部分は都市化されておらず、観光業は重要な産業の一つである。 2001年の推計によると2万3000人が観光業に雇用されている。エクスムーア国立公園の一部である海岸戦争いの街や汽車を運行していることで有名なウェストサマセット鉄道、それにイギリス海軍航空博物館が主な観光スポットである。また、グラストンベリーでは毎年世界最大規模のロックフェスティバルが開かれており、 多くの観光客で賑わっている。数々の洞窟が公開されているチェダー峡国もあり、この地が発祥地であるチェダーチーズは世界中で有名である。以前ほど重要な産業ではなくなってきているものの、農業は依然として重要な産業の一つである。かつてサマセットはイギリス国内の有名なリンゴの産地であり、今でもリンゴを原料に作られたシードルは、 県の特産品である。州都はソマアトンであったが、近年トントンに、その機能は移転されている。バースとウェルズの二つの市があり、ウェルズはイングランド内で最小である。次に、人口3000人以上のものを挙げる。ありがとうございます。